古い古材風にするにはこちらの道具を使っていきます。トンカチとか、こちらはノコギリなんですけれども、そしてこれも切り回しで、マイナスドライバーとか紙ヤスリですね。はい、これらを使って新しい杉板に古い傷をつけていきます。この残りミール使って、こんなね、両面細かい方と粗い方があるもんで使い分けてください。で、角はこうやって落とします。ハードに落としたり、でちょっとだけ落としたり、その強弱、入れてください。全部同じように削ってしまっても面白くないので、はい。で、マイナスドライバーで、違う、こっちトンカチですね、釘抜きがついてるところで実際に使われてた足場をイメージして、トンカチが落としてしまったとか、釘を抜いてる跡だとかをこうやって傷をつけていきます。でもやりすぎ注意ですねで、この切り回しで木目に沿って深い溝の傷跡をつけていきます。こうすると後で塗料がそこに染み込んで、とってもいい風合いになっていくので、私は好んでやっております。そして次にこちらの道具を使って木目に沿って深い深い溝をつけていきます。こうするとすごく木目の筋に塗料も染み込んで、塗った時にすごく立体的に見えます。すごい古い木目を、はい、演出することができるのでおすすめです。新しい木材を古材にしていくペイント方法をご紹介したいと思います。こちら綺麗な杉です。はい、綺麗な杉の、のじ板というものを使っています。のじ板とはザラザラしているものです。そちらにこれが塗ってない方で、こっちが塗った下の方が塗った方ですね。これは何を塗ったかと言いますと、オスモのオイルを使っています。で、色はオーク、もうちょっと寄りますね、オークを使っています。これをまずは杉板に塗りますが、そのまま、取って塗ると、杉はとっても水分など吸い込みますので、全体をムラなく塗りたいので、私の場合は霧吹きでまず湿らせます。そしてスポンジを使ってこちらのオスモオイルを塗るわけですね。塗った後は布で拭き取ります。余分な油分を布で拭き取っておきます。そしてドライヤーなり自然乾燥なりさせておくと、さっき傷つけたところに染み込んで、まあいい風合いになってきます。ここからどういう風にグレーのようなこういった暗いですね、すみません、古材裏がこれ綺麗なんですけど、古材にしていくんですね。こっちはもっと、白っていうかグレーに近い色をしていると思うんですけども、こういう風に近づけていきます。こちらの、これは特注色で頼んでるんですけど、ライムホワイトっていう、だいぶアイボリーに近い白ですね。でも普通の白でも大丈夫と思います。それをこういう風にして少しだけ取ります。で、なおかつ水で湿らせておいて、このオイル、オスモのオイルを塗った上からこうやって薄く薄く塗っていきます。この時もところどころ濃くなっても大丈夫です。軽く軽く、力は強く入れてません。軽く軽く、
撫でてる感じで、ところどころまた水撒いて薄く伸ばしてます。全体に薄く白の膜を張るような感じですね。そして布でまた拭き取ります。はい、濃いところ薄いところがあって大丈夫です。これをこう取っちゃいます。はい、じゃあオスモイルの塗ったのと白をかぶせたのを見比べていただきますと、こんな感じです。左側がオスモイルを塗っただけのもので、こっちは白を塗った方です。あ、右側は白塗った方。で、ちょっとこっち濃いめの白塗った方。で、今からこちらにも白塗ってみますね。こうやって表面だけ撫でるとシャビーなんですよね。シャビーがお好きな方はこれでいいです。で、もうちょっと濃く、白ペンキをつけてシャーッとするともっともう これだけでシャビな具材は出せますが、今日は小材をやっているのでこんな風にのせます。で、ちゃんとサイドも塗っておきます。で、白を塗った後ですが、乾かして、次に紙やすりをかけます。こんな風に、サイドとを取って表面もやすります。なぜこう紙やすりをかけるのかと言いますと、余分なところをちょっと落としたい。で、もう最初に傷をつけたところもちょっと見せるようにこうかすれたような風合いを出したい。だから紙やすりをかけていきます。すると、ちょっと反射してますね、見にくいかもしれませんが、最初につけていった傷口に染み込んだオスモヤがつけて出てきましたね。これでだん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 小材らしくなっていきますので、白塗った後紙やすりもかけていきます。そしてさらに次ですけれども、好みの状態になったらいいんですけども、もうちょっと重ねたいな、もっと深い古い小材にしたいなっていう時は、さらに、コスモオイルをまたかぶせます。べっとり塗るんではなくて、薄く軽く撫でるようにして塗り込みます。べったり塗ってしまうと、せっかく白を塗っていったところも潰してしまいますので、薄く塗っていきますね。そしてまた布で余分な油分を拭き取りつつ全体に広げていきます。でもここでもオイルをちょっと濃く残したいところとか薄くしたいところを分けて布に入れる力加減気をつけてください。しっかり取りたいところは力を入れて拭きますし、残したいと思うところはもうそのままにしますね。するとどうなったかって言いますと、下が白のまま、上が白の上にオスモを塗ったものです。やっぱり色合いがますます古材風に近づいていきますよね。なので手間はかかっていますが、こういう風に何度も重ね塗りをして新しい杉板を古材風に仕上げていきます。で、この後はお好みで、黒を薄めてもっともっとダークな古材にするとか、あとはグレーを使ってもっとちょっとシルバーっぽく光っている古材にしたいとかいう時は、いろんな色をこの後薄めて重ねれば素敵なあなただけの古材に仕上げることができます。これはボードの作り方ですけれども、棚を古材風にしたいなっていう時にも使えるので、 DIY にも役立ってみてください。ちょっと分かりにくい動画だったかもしれないので、この後写真もお見せしたいと思います。